ちなさい。漫画家なんて胸張って言えないよ。年に 1,2 本の読み切りしか雑誌に載らないし、あとは広告とかのイラスト描いて食いつないでるだけだし。それだけでも立派じゃない。読み切りでも雑誌に載るってすごいことだよ。ファンのためにもここで一踏ん張りしなきゃ。ファンなんていません。ここ私はあんたのファンだから。姉ちゃん、お父さんもお母さんもあんたのファンだよ。身内ばっかじゃん。前の読み切りの時のアンケートだって、あんたの作品に投票してくれた読者はその作品を面白いって思ってくれたわけでしょ。それはそうだけど、それはファンとは言えないでしょ。この前ね、ヤフーニュースに鳥山明の記事が載ってたんだけど、若い頃週刊少年ジャンプの漫画募集に何度も応募して何度も落選したんだって。それでも賞を取るまで書き続けて3年後、見事に連載を勝ち取ったのが伝説漫画ドクタースランプだったんだって。だからまだまだ諦めるのは早い。あんなレジェンドと一緒にしないでよ。私はどうだよ。いつまでも落ち込まない。おいしいもの食べて切り替えよう。今日も姉ちゃんがおごってあげるから。どこ連れてってくれるの。駅前のイタリア料理ひと飯、ロースト付きの超おいしいお店があるのよ。また取りに行くわ。またって何よ。その前はあんたの好きな手すりに連れて行ったでしょ。そうだけど、ロースト付きはお祝い事の時に食べたいから、せめて焼き鳥にして。わかった。じゃあ新橋に最高に美味しい焼き鳥屋があるから、そこへ行こう。はい。あ、ちなみにお昼何食べた。チキンカレー。と姉ちゃん鶏肉好きだね。まあね、ほら行くよ。ぼんじりと塩バーでハイボール。おっさんみたい。ちょっと何撮ってんのよ。うわっ、最低。暗い顔ばっかしてるとお肌がボロボロになるんだって。消してよね。永久保存。私が漫画と出会ったのは小学3年生の時である。夏休みに父の実家へ両親と姉の4人で行った時のことである。長野のおじいちゃんとおばあちゃんとひとしきり雑談をした後、ふと2階にある父の部屋へ入ってみた。するとそこには見たこともないタイトルの漫画がたくさんあった。しかし幼い私にも1冊だけタイトルの知っている漫画があった。それは筋肉マン。時々スキヤにポスターが貼っていたからだ。私は1巻を手に取り読み出した。最初は曲漫画だったのに、途中から友情、努力、勝利の方程式の虜になって夢中でページをめくっていた。それが私と漫画との出会いだった。3日後、家に戻ると早速お父さんの大学ノートをもらって漫画を描き始めた。タイトルは隣のミヤちゃん。隣のクラスの吉本美代子ちゃんをモデルにした学園ヒーローコメディ。学校でもそこそこ受けた。そして高校3年の夏、私はついに手塚賞へ応募した。結果はなんと佳作。その日私の人生が決まった。よし、私プロの漫画家になる。I'm not afraid to die.
んだって遅れてきたでしょ。そうかもしれないけどさ、普通呼び出した本人が遅刻する。はいはい、何その態度。ごめんって。どうしたのよそんなに落ち込んで。まああんたが私を呼び出す時の理由は決まってるけどね。またボツになったの。ビンゴ。泣かさないでよ。ひとかせんかと本気で落ち込んでるのに。ごめんごめん。え、なんて言われたの。ストーリーが立つ。古い。詰め込みすぎに。ダメ出しされたってことね。ダメ出しのオンパレード。で、どんな内容なの。え、そのダメ出しのオンパレードを食らった新作の内容。ああ、主人公は水泳部で主人公は女子高校生で水泳部なんだけど、ある日更衣室にあった指を食べちゃうの。指。そう、その指は悪魔の指って言われてて、それを食べると泳げなくなるのよ。はあ。泳げなくなった主人公は水泳部をやめて、一つだけの大秘宝と呼ばれる一つだけ願いを叶えてくれる財宝を探しに世界中を旅するの。途中妹が鬼になって、妹を人間に戻すか自分が泳げるようになるか迷っていると、実は自分が地球人じゃなくて故郷の惑星が爆発する際に父親に小さなカプセル型の宇宙船に乗せられこの星にやってきた宇宙人だったことを知らされる。ちなみに後半はプロットだけなんだけど、できれば全200巻目指してます。ちょっと待って、原稿読んでもいい。こちらピースの刃回線 Z。 限界タイムがあと1ヶ月か。もっとバタフライで自由形のタイムを締めないと優勝はできないわね。なにこれ、指。もしかしてこの指を止めたら不思議な力が湧いてきてもっと早く泳げるようになるかも。あー、ダメー。あなたが食べた指は1000年以上前に生きていた王位という悪魔の指なんです。悪魔。ええ、その悪魔は顔が2つ、手が4本あり、そして全て全部で20本の指を持っています。その指にはとてつもない力が宿っていて、食べるととんでもないパワーを手に入れることができるんです。やったー。しかしそのパワーと引き換えに一生泳げなくなってしまうんです。ダメじゃん、私水泳部なのに。あの、この世界のどこかに一つだけの大秘宝という財宝があります。一つだけの大秘宝。ええ、その一つだけの大秘宝は一つだけ願いを叶えてくれるのです。もしその財宝を探し出し元の体に戻してくださいと願えば、あなたは泳ぎの得意な水泳部員に戻れます。よし、私一つだけの大秘宝を探す旅に出ます。私もお供します。私には悪魔の指、王位の指20本を回収する役目があるので。さあ、あの港に私が乗ってきたゴーイングジャニー号があります。行きましょう。はい。ちょっと待って。その旅、私もついていくわ。クリボエスト。水臭いじゃない。親友のピンチを黙って見過ごせって言うの。それにもし、その一つだけの大砲っていうのが、海の中にあったらどうするの。泳げなくなった優子ちゃん、潜って取りに行けないでしょ。クリボエスト。ちょっと待ったー。おつこ、どうしてここに。そんなことどうでもいいでしょ。それよりその旅、私もついていくわ。え、どうやら長旅になりそうだし、そうなればしっかり寝ないと体力が持たないでしょ。その点私は1日3時間寝れば十分だし、姉のピンチは妹のピンチってね。あったー。ぐずぐずしている時間はありませんよ。県大会まであと1ヶ月です。さあ出発です。あイケメンだーって近づいたらガブッ。
じだな。イケメンに戦闘力1000、はあ、地球人にしては高いな。まさかその顔、そのキッドカットか。死んでいたと思っていたが、こんな偏僻な惑星で生きていたとはな。あの、どちら様でしょうか。私の顔を覚えていないにも無理はない。まだ貴様は赤子だったからな、キッドカット。あの、人をチョコレートみたいに呼ばないでいただけますか。私の名前はユウコです。ゾン・ユウコ。で、あなたはどちら様ですか。私は宇宙一の戦闘民族、惑星サルからやってきた。サル！京子、あんたよっぽど追い詰められてたんだね。はい。すいませんけど、私たち今大変なことになってまして、ゆう子は悪魔の指を食べちゃって泳げなくなって、妹ボスコちゃんがイケメンに噛まれて鬼になって大変なんです。だから学園漫画？だっか、どこが面白いね。
か。でも学園ものってよくない？隣のミヤちゃんだって小学校を舞台にした学園ものだったし、ほらあんたの高校の時の同級生結構個性強かったじゃん。あの子たちをモデルにしてあんたの好きなバトルものにしてみたら。学園ものか。まこの話は後にしよう。お腹空いちゃったし、今夜は、いや今夜もお姉様がごちそうしてあげよう。やったー。ちなみに何とかい？ダイエット中だけど闘争本能を引き出すために血の滴るステーキ。なんか言い方が怖いんだけど、じゃあダイエット中ならヘルシーにもつ鍋とかジンギスカン？いいね。まあ個人的にはうまい焼き鳥がいいんだけどね。相変わらず鶏肉好きね。大人ですから。はいはい。でもせっかくだし焼き鳥祝いがいい。分かった。じゃあ駅前に美味しいお店があるから歩きながら決めようか。うん。どうしたの？ああ変だって最近徹夜が多くて時々痛むんだ。もう仕事も大切だけど健康にも気をつけてよね。もう若くないんだから。おばあさま。おい、うそうそ、お姉さま。ほらさっさと行きますよ。おおばあさま。何急に大きな声出して。おりゃが巻き出してきた。泉だよーに。え、舞台はとある田舎の女子校で主人公は孤独か橋森かなです。人間普通の女子高校生に見えるんだけど実は実は今大丈夫。何よそれ。そしてこの人たちがこの作品のバスケの生徒会長の皆さんおはようございます。生徒会長の神宮寺桜子です。副会長の白鳥沢ゆきみです。雪が美しいって書いてゆきみです。白鳥沢さん。何でしょうか神宮寺会長。あなた副会長なんだから会長であるこの私神宮寺桜子に我を出しすぎてはダメでしょう。申し訳ございませんでした。私白鳥沢ゆきみ会長の前で我を出しすぎました。お断りいたします。分かればよろしいことよ。なんかボスキャラっていうよりアホキャラみたい。お黙り。そしてこの二人が主人公神田の所属する書道部の先輩。部長の剛力あやみだ。部下部長の広瀬鈴江だ。よろしく。から終わる。すいません。この5人がメインに織りなす学園バトルアクション。生徒会でヤンキーが戦う学園ものでしょ。なんかありがちじゃない。なあなあ、普通は運動部がバトルするでしょ。この話は文化系の茶道部と書道部がメインになるの。生徒会の2人は茶道部で書道部とはライバル関係。茶道と書道のバトルよ。タイトルはサバイバル学園。なんかスマホのゲームみたい。覚えやすいタイトルの方がいいの。そんなもんかな。とにかく続きはご飯を食べながら。はいはい。さあさあ2週間後、私は緊張しながらサバイバル学園の原稿を持ち込んだ。そしてなんと読み切りが決まった。ここは私が通っている私立小谷村女子学園。田舎ならではの広大な敷地と自然あふれたのどかな場所にある。髪型や服装も自由なので生徒たちはみんなお気に入りの制服を着て登校している。校則らしい校則といえばただ一つ、文武両道。文武両道。この校則が本当に大変なのである。ちょっと一つでも、どこ行くんですか。どこって帰るんだよ。帰るって部活は悪いっけ。お父ちゃんが出張から帰ってくるからさ、麻雀の相手しないといけないんだよ。そんなの夜やったらいいじゃないですか。そういうわけにはいかないんだよ。どうしてですか。ご機嫌取って小遣いもらわないと。父ちゃん大概のことは許してくれるんだけどさ、バイトだけは許してくれないんだよね。私箱入り娘だから。箱入り娘に麻雀させますか。私が麻雀の相手すると超機嫌よくなるのよ。だから父ちゃんが帰ってくる前に玄関先で待ってて。お帰りなさいませ。お父様長いご出張ご苦労様でございました。さぞお疲れでございましょう。お風呂にしますか。お食事にしますか。それともマージャンってこう聞くんだよ。そしたらニコーって笑ってマージャンって答える。あとはジャンとくごってボコボコに言います。今日はメンツも揃えてるし。え、誰ですか。幼馴染の翔子、ニックイの浜田先輩、そう、あとはいとこのみゆき姉ちゃん。この二人もめちゃめちゃ強いから父ちゃん今日は一回も怒れてんじゃねえから。質問なんですが、勝てないとイライラするもんなんじゃないですか。普通はね。
でも父ちゃんは別、父ちゃんの夢は身内から女流雀士を出すことなんだよ。だから私らが強くなればなるほど喜ぶってわけ。今日のメンツだと3曲やって1人5は語りな。5000。いや5万。5万。ああ、広瀬先輩、今度私も混ぜてください。いいよ、でもあんた魔女できんのかい。覚えます、死ぬ気で覚えます。オッケー、じゃあまた今度誘うわ。ありがとうございます。ナナ、あれすずめ、まだ帰ってなかったの。ちょっとカンナに止められちゃってさ。カンナ、今日ぐらい許してやってよ。バイトができないこの子の唯一の稼ぎ時なんだからさ。まあ今理由は聞きましたから、今日は特別に許しますけど。それゴーリキ先輩どこ行くんですか。わり、私も帰るわ。兄ちゃんが念願の単車買ってきてさ、こいつでツーリング。え、自転車で。ああ、70キロは出せるからね。自転車で。私の脚力舐めてもらっちゃ困るよ。信じられない。あやみ、これ何。ああ、下敷き。下敷き。ツーリングにより臨場感を出そうと思ってさ、昼休みの間につけたんだよ。痛み分けってことでどうかしら。いいわよ。やっべ、もうこんな時間じゃ早く帰らないと父ちゃんが出張から帰ってきちゃうじゃん。じゃあちょっと先行くね。悪い、私も兄ちゃん帰ってくるから。たま、明日は必ず部活出るから。じゃあね。お疲れ様でした。あなた、なんであのサボり魔のいる書道部なんかに入ったの。それは、ほら耳を澄ませてごらんなさい。美術室から何か聞こえてこない？321、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 321
ビデ像のデッサンをしているの。おかげでダビデ像よりたくましい腕をしているわ。文武両道。ほら、理科室に耳を傾けてみなさい。実験部はね、ああやって毎日自分たちで起こした電気を体に当てて自らを鍛えているの。文武両道。おかげで大体の電気を当てても口を割らないわ。なんか優秀なスパイみたいですね。ちなみに我が学園の電力は全てあの人たちが作った電気で賄っているのよ。え、すごい。知りませんでした。ほら、体育館を見てみて。バドミントン部が練習してるでしょ。はい。あの子たちのシャトル全部鉛でできているの。え、頭に当たったら死ぬわね。じゃあなんでそんなこと。文武両道。今では一本も体に当てることなく避けているわ。おかげで避け癖がついて試合で一本も返せないけどね。え、どう、周りのみんなはちゃんと部活動をしているのに、サボっているのはあの二人だけ。確かに先輩たちを追いかけてばっかりで他の部のこと全然気づきませんでした。ねえ、あなた茶道部に入らない？え、あなた茶道をたしなんでいるでしょ。はい、おばあちゃんが茶道の師範なんです。やっぱり。去年の新入生歓迎会からあなたの所作を見てずっと気になっていたのよ。ぜひとも我が茶道部へ入部しなさい。いえ、書道部に残ります。私、自分で言うのもなんですけど、子供の頃から習字も習っていて下手ではないんです。多分先生にも上手だって褒めてもらってましたし。でも去年のあの二人のショートパフォーマンスを見て心が打たれたんです。なんて自由で生き生きした字を書くんだろうって。私の字はただお手本通りに書いてるだけの何の魅力もない字なんだって。去年の学園祭では墨を持つだけの役だったんですけど、今年の学園祭ではあの二人と一緒にのびのびと生き生きした字を書きたいんです。あ、部活動があるので失礼します。今に見てなさい。桜子、
された。脳腫瘍だった。すぐに手術をしたが、腫瘍が脳の奥にあったため、全てを切除することはできず、取り除けなかった部分は放射線治療を行うことになった。3週間後、ようやく面会が許され、私はすぐに会いに行った。ベッドの上で姉ちゃんは、心配かけてごめんねと優しく微笑んできた。その顔を見て私は泣き出した。姉ちゃんはそんな私の頭を優しく撫でた。すると私はさらに大泣きした。ひとしきり泣いた後、姉ちゃんがサバイバル学園が読みたいと言い出したので、私はすぐに連載開始の2週間分の雑誌を持っていった。次の週からはまず姉ちゃんに読ませてから編集者に持っていくというルーティーンができた。だがサバイバル学園って知ってる？
ってる？いや知らねえ。マジ？最近始まったんだけどさ、超面白いんだよ。へえ。昨日キリンと川島がサバガタのことつぶやいてたよ。ねえ、じゃあ絶対売れるじゃん。サバイバルだと人気甘いよね。うん、手術添えるんじゃない？いやいや、それはないって。私意外と白鳥さんは好きなんですね。女子に乗ってつい前に出るところからなんか可愛い。わかる。クオリティはひどくない？わかる。あと最初の方に出てきて一瞬で入れたバスケ部のモブキャラ意外と受けるよね。いるじゃん、別にどっちか戦うと思う。やっぱ書道部でしょ。やばい、まさか陸上部がソドームと戦うと思わなかった。あんたとことん読者の裏を書くわね。まあね。来週号絶対盛り上がるよ。そうなるといいな。なるって本当に面白いもん。よ、天才漫画とやめてよ。褒められすぎて私が天狗になったらどうすんの。本当だ、人間天狗になったらおしまいだもんね。でしょ。でも幸せだな。え、こうやって誰よりも先にサバイバル学園が読めるんだもん。お父さんのすっごいお気持ちは言ってたよ。いい妹を持ってよかったね。自分で言うか。私も早く退院して会社に復帰しないと。そうだね。あ、この前ね、部長がお見舞いに来てくれて、早く治るようにってユンケル一ケース持ってきてくれたんだ。ユンケルにそんな力があるの？わかんない。でもいい上司だね。でしょ。実は私もこの間ユンケル一ケースもらったんだ。誰に？担当してくれてる鳥島さん。熱が出たり体調が悪くなったりしたら飲みなさいって。ユンケルにそんな力あるの？わかんない。でも気の持ちようじゃない？確かに。っていうか私たちユンケル姉妹じゃん。本当だ。ねえ、戦う前に必ずユンケルを飲むキャラってどう？モデルは私。やっか。ダメか。さあそろそろ部屋に戻ろう。風邪ひいたらまずいし。そうだね。よし、出発進行。子供か。最超ブサイク。あんたの方がブサイクだから。いいえ、姉さんの方がいいや。私は美人だから。私の方が美人。私の方が美人だから。
夫に。こっちもなし。こっちも大丈夫。こっちはなんか南校舎騒がしくない？前科校舎の中光ってね。マジじゃん。立派実験日じゃないですか。なるほど。おいおい、鉛のシャトルってずるくね？武器は部活で使ってるものだけだろ。多分普段の鍛錬のために使ってるものだから OK なんだと思います。ずりこんだけ撃ってこられたら距離を詰めるのも難しいね。どうする？真っ向から受け止める。了解。最高じゃん。後ろしかなかった。なんだこのメガトンパンチは。白鳥さん、スカッション。だって
武田信玄。
結局コンクールで銀賞。審査員にもあなたの武田信玄は綺麗だけど字から気持ちが伝わってこないと言われて、そりゃそうよね。桜子はその日から武田信玄と共に筆を置いたの。いや、それってあやみのせいじゃなくて親父さんのせいじゃない？勝だとか勝ち負けとかくだらねえ。字なんて読めりゃいいんだよ。書きたい字を思いっきり書いてる時が一番楽しいよな。書道って習字ってそういうもんだと思うんだよね。私はあんたが書いた肉団子って字最高に好きだったな。見てるだけで腹減ってきたんだもん。あんた、あの時肉団子が食べたくてたまらなかったんだろ。もう一度好きな字を思いっきり書こうや。あなたはやっぱり最高のライバルね、桜子。雪見、そしてあなたは最高の親友、桜子。な、こんなくだらねえ戦いやめにしね。せっかくの学園祭なんだからみんなで楽しもうぜ。賛成。私もう体ボロボロだもん。それは無理よ。なんで？本当の敵は学長なの。何？今回の戦いを持ちかけてきたのは学長。あなたたちサボり魔のいる書道部を潰すために。私たち生徒会はただの捨て駒。真の参謀は吹奏楽部。いよいよ吹奏楽部が戦いののろしを上げたようね。これはまずい。状況を変え。よし、行くか。どこへ？学長室。学長をぶっ飛ばしてこんなくだらねえ戦いやめさせるんだ。無理よ。学長室の前には応援団という名目でボディーガードの吹奏楽部員がゴロゴロいるわ。絶対に負ける。やる前から負けること考えてるバカがいるかよ。そうね。それにこの4人なら余裕だろ。こっちには切り札もいるしな。学長をぶっ飛ばして平和な学園祭を取り戻す。学園祭は学長のものじゃねえ、私ら生徒のもんだ。行くよ。サバイバル学園は作者体調不良のためお休みさせていただきます。姉ちゃん、今日は随分と顔色がいいんじゃない？そう？うん、先週とは比べ物にならないくらい。そうかな。全然違うよ。昨日ケーキとチキン食べたからかな。姉ちゃん鶏肉好きだもんね。鶏肉はヘルシーでいいのよ。確かにね。え？病院でチキンとケーキ出るの？出るわよ、クリスマスだもん。でも先週ナースステーションのところに貼ってあった1週間分の献立表にはケーキなんて書いてなかったよ。バカね、あれはイブでしょ。普通クリスマスってのは25日なんだから、ケーキもチキンも25日に食べるの。マジ？だって今までイブの日に食べてたじゃん。私も24日に食べるもんだと思ってたんだけど、病院はそうじゃないみたい。だから多分25日に食べるのが正解だと思う。多分？え、確かな情報じゃないの？だって病院のマークって十字でしょ。十字といえばキリスト教、キリスト教といえばクリスマス。なんじゃそりゃ。あんたね、漫画家だったら自分で調べなさいよ、ウィキペディアとかで。分かったわよ、今度調べておきます。ねえ、先週の読者アンケートどうだったの？なんと5位でした。すっごい。やっぱあの展開は読者心をかきたてるよね。しかも副会長との優勝ね。今日も持ってきてくれたんでしょ原稿。本当、私って日本で一番幸せな読者よね。編集者さんより先にサバイバル学園が読めるんだもん。ねえ、早く読ませて。どうしたの？ないの、原稿。確かに書いたはずなのに、どこにもないの。またまた冗談言って。本当にないの？書いたはずなのに、なんでだろう。そっか、もう私には読ませたくない。
もいいんだもん。違う、本当に原稿がなくなっちゃったの。そんな嘘までついて最低な妹だな。嘘じゃないって信じてよ。いや、こいつ絶対嘘ついてるよ。なんであんたたちがここにいるのよ。この人もうあなたに読ませたくないんだって。違う、そんな裏切り者の妹なんか絶交しちゃえばいいよ。さあ、行こう。待って、姉さん。あんなに応援してくれていたお姉さんを裏切るなんて最低ね。裏切り者の最低、裏切り者の最低、裏切り者の最低、裏切り者の最低。私の青春。
ありがとう、姉ちゃん。もしもし、おとなしです。ご心配おかけして本当に申し訳ありません。それと新人の分際で連載に穴を開けてしまって本当に申し訳ありませんでした。もしもしチャンスをいただけるのであればもう一度書かせていただけないでしょうか。はい、ありがとうございます。今から徹夜して明日までに仕上げます。大丈夫です、鳥島さんにいただいたユンケルがありますから。はい、では失礼します。分かった。